いやー久々に革靴が欲しい気分だなスニーカーは最近いろいろと買って既にたくさんあるからちょっとカジュアルめの革靴この辺りがあると便利なんだよなスーツに合わせるようなカチッとした革靴じゃなくてきれいめなカジュアルからビジネスカジュアルぐらいまでがカバーできる革靴があると便利かなと思うんだけども誰かこの辺りバチッと教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが大人に似合うイケオジ革靴4000というテーマでお届けをしたいな なあと思っていますます、あ、冒頭にもも伝えしししたたが革靴そそろそろいい方も少なくないかなくかと思うんですねというのも僕のチャンネルではですね結構日頃からスニーカーに関する投稿をですね多めにしてきたわけで一方で革靴の情報がちょっと手薄になってるなというですね自覚があったんですね確かにスニーカーは便利なんだけども40代以上の大人世代であれば綺麗めに見えるような革靴もやっぱりですね12パターンくらいはあった方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますただファッション全体は徐々にですね カジュアル化してきててきいいいいるるのので本格化の革靴ととうのは最近履かかなな方も増えてるかなと思います例えばストレートチップの革靴だとかプレーントューの革靴だとか本当にですねスーツスタイルに合うような革靴っていうのはですねそこまで履く機会は僕も減ってきていまして観光素材ぐらいいしか出番がないんですねそうじゃなくてカジュアルでも履けてなおかつビジネスカジュアルとの親和性も高いような革靴ですねこのあたりは結構需要があるかなと思うので今回の動画でしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますのでよかったら最後まで 付き合いいいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、大人に似合う池王子革靴をですね、皆さんに4点ご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1つ目は、やっぱりこれは欠かせないなと思うですね、革靴かなと思ってるんですが、こちら、コインローファーですね。これは最もですね、革靴の中で使い勝手がいいような一足かなと思ってまして、僕自身革靴はあんまり履かなくなったんですが、その中でもちゃんと手元に残してるのがコインローファーなんですね。いわゆるですね、革靴の中でも紐が ないタイプのですねこういった革靴になってまして革靴の中でも限りなくカジュアルに近いのでビジネスカジュアルでも使うことができますがカジュアルな着こなしの中にも落とし込むことができるのでやっぱり持っておくと便利なのはコインローファーかなと思います、まあ、すごくプレーンなデザインなので結構学生時代に入ってたような記憶もある方もいらっしゃるかなと思いますそんなにおしゃれ見えはしないような気もするんですよねここういいいいった地味なアイテムこそ実は使い勝手がいいのでぜひ皆さんにも改めてチェックを いいいたただきたいなと思いますでローファーにはですね大きく開けると2つのタイプがありましてこちらのようなコインローファーと呼ばれるようなものすごくプレーンなものとあとはタッセルローファーと呼ばれるようなこのですね甲の部分にタッセルが付いているもの2パターンあるんですね僕もですね結構20代の頃とかはタッセルローファーを履くことが多かったんですねというのもコインローファーだとちょっとプレーンすぎてつまんないな地味だなダサいなと思ってたんですねなのでちょっとタッセルが付いてる方がワンポイントあっていいなぁと思ってたんですが年々で ですね、こういった地味なものの方が使い勝手がいいなというのにです、ね、気づいてきて最近ではほとんどタッセルローファーは履くことはなくてコインローファーの方をですね使うことが多いんですねタッセルってやっぱりこうデザイン的なパーツとしてはすごく可愛くておしゃれ感はあるんですがその分ちょっとですね着こなしの中で浮いてしまうことがあったりだとかない方がプレーンで使いやすいのになと思う機会もあったりするので数少ない革靴を所有するのであれば僕はですねコインローファーの方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますとにかく 合わわせやすすくくくてて履履けば履くほどなななんんか味いい深さみたいなもののを感じてくるのでで個人的にはコインローーファー推しなんですねで今回具体的にですね、コインローファーの中でおすすめもご紹介したいなと思ってるんですが、ビューティーユースのオールタイムシューズスリムローファーというものですね、価格が22,990円ということで、こちらのローファーがすごくおすすめだなぁと感じています。ローファーの中でも割とですね、このシルエットは本当にベーシック、すごく丸みのあるぽってりとしたシルエットのローファーもあれば、シュッとした感じの尖った た,ったような雰囲気のローファーもあるんですがまあ、こちらのスリムローファーに関しては割とこう中庸ですね丸すぎず尖りすぎないというところで使い勝手がいいというところですねそこが一つ利点になってくるかなと思いますこういったローファーというのは一度買ったら複数年使うのでプレーンな方がよりいいんじゃないのかなと思っていますただ僕が持っているローファーというのはいわゆるこう本格化のローファーなんですねこれもらい物ではあるんですがジョンロブというブランドもので今買うとめちゃくちゃ高いんですねまあ、こういったものもいいんですがもうちょっと気軽に履きやすい ようななローファのの方が僕は今の時代にも合っってててるかなと思ってましてこちらのローファーに関してはですね雨の日でも快適に履けるローファーというところを目指していまして防水シートをアッパーのレザーの下に忍び込ませているので完全防水ではないんですが軽い雨であれば気兼ねなく履くことができるのもすごくいい点かなと思いますで本格化のです、ね、レザーシューズだとソール部分がですねレザーになってたりすることが多いんですがそういったものだと雨の日滑るんですがこちらに関してはしっかりとソールもゴムなので雨の日でも滑らない こういったものの方が、はるかに使い勝手がいいかなと思います。あとは、インソールに関しても、専門のものが入っていまして、スポーツブランドを中心にですね、世界中で展開されているインソールブランドのものを入れていますので、履き心地もソフトなんですね。割とですね、使い勝手で言うと、現代的な部分をしっかりと盛り込んでいるので、こういったものの方が、今買うのであれば、間違いないんじゃないのかなと思っています。まあ、どのようなスタイリングに合うのかというと、例えばこちらのように、白いバンドカラーシャツだとか、ブルー系のシャツだとか、それに対してブラックだとか、ダーク、 ブラックグレーのパンツ合わせて足元ローファーみたいな着こなしもバチッと合いますしあとはセットアップのスタイルですねこちらはネイビーのセットアップに対して内側はバンドからシャツ合わせてますが白シャツだとかニットだとかそういったちょっとラフなセットアップのスタイルの足元ローファーだとかそういったスタイリングがバチッとハマりますのでぜひ、まあ、ですね皆さんもブラック系のローファーですねこれが圧倒的に使いやすいかなと思うのでぜひ皆さんもですね改めてチェックをしていただきたいなと思っています はい、続いて2点目にご紹介したいのは、こちらのような U チップの革靴ですね。具体的に商品もご紹介してしまいますが、バービックのですね、こちらの U チップのシューズがすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。価格は決して安くはないんですが、36,300円ということで、ちょっと高めに感じるかもしれませんが、革靴全体がかなり値上がりしてきている中で、割とバービックの革靴は買いやすい価格帯に抑えられてるかなという印象ですね。まあ、U チップというのはこのアッパーのですね、 先端部分ですねここに切り替えがあるんですが、まあ、U 字型のチップがですね、施されていまして、まあ、この見た目のシューズをですね、U チップと呼んだりするわけなんですが、割とこう、スーツに合わせるような超クラシックな靴というよりは、少しカジュアル感のあるような革靴という認識なんですね。なので、様々なスタイリングにも合いやすくて、まあ、デニムにも合うし、ちょっとワイドっぽいパンツなんかにも合わせることができるし、あとはカーゴパンツみたいなものにも意外と相性が良かったりするので、見た目は地味でおじさん臭くもあるんですが、 と結構いいなといいなななうう印象ののが、U、チップのこういった革靴なんですね、まあ、僕はですね、ユーチップの革靴、今はちょっと手元にはないんですが、長年愛用していたのがこちらですね、パラブーツのシャンボードというですね、シリーズになっています。まさしくユチップのですね、革靴の代表例かなと思うんですが、僕も実際にですね、こういったもの、初見はあんまりかっこいいなと思わなかったですし、買うつもりなんて全くなかったんですが、試着をしてみたら結構良くて、これはちょっとトライしてみたいなということで購入したのが、 今からもう8年ぐらい前だったかなと思います当時ですねキャットストリートにあったディストリクトユナイテッドアローズというお店でですねシャンボートを購入したわけなんですがすごく使い勝手が良かったんですね見た目は地味なんだけども先ほどお伝えした通り様々な着こなしにバチッと合わせやすいんですね、まあ、最近は結構デニムを履く機会が減ってるかなと思うんですがあまり色落ちしてないようなワンウォッシュのデニムをですね軽くロールアップしてこちらの U チップのレザーシューズを合わせるような着こなしってもう抜群にハマりがいいんですねあとは ブラック系系のののパパンンツツとかかグレー系のパンツなんかにも相性がいいので例えばこちらの方のスタイリングなんかめちゃくちゃかっこいいなと思うんですねボトムスに関してはこうスラックス調のブルーとかグレーっぽい感じの色合いなんですがそれに対してこちらのような U チップのですねレザーシューズを合わせて上半身はシャツそしてちょっと短めの丈のですねバブアーを合わせるような形で現代の着こなしの中にですねうまくマッチさせるというのもすごくですね洒落てるなと思います個人的には英国製のバブアーと U チップのですねレザーシューズってすごくい しよううがいい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 かかかなななとととととと思思のので男臭いアイテムム合わせてたただだくといいんじゃないのかなと思いますあとは先ほどもお伝えたようにデニムだとかカーゴパンツこの辺りをですね、適度に引き締めるパーツとして、このようなレザー系の U チップは使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、このバービックに関してはですね、非常にレザーの質感もいいですし、幅にもですね、ちょっとゆとりを持たせているので、気軽に履きやすいというところもありがたいポイントかなと思います。ソールに関しては、ビブラム社製のものを使っていまして、ゴム自体を発泡させているので、通常のゴム材よりもですね、半分ぐらい の重さになってるので結構ですね履きやすいような軽量化もしっかりと図られているのでこのあたりもすごくバランスがいいかなと思いますベーシックで使いやすいデザインなんですがちゃんと軽量化も図られているというところではすごく使いやすいかなと思うのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っています はい、続いて3点目のですね大人に合うレザーシューズなんですがモカシンですねその中でも代表的なものといえばクラークスのワラビーということで今回私物を持ってきてみました、まあ、数年前に、ね、爆発的なヒットをしたこちらのクラークスのワラビーなんですが最近では人気はですねだいぶ落ち着いてきているんですね、まあ、平均的にです、ね、使いやすいようなベーシックなものなので今大人が履いてもですね全く問題ないようなそういった鉄板のシューズになってくるかなと思っています、まあ、1枚側なんですがこの アッパー部分をでですすねね U 字型にです、ね、縫いい合わせててましてこの辺りもちょっと U チップと近いような見た目になってくるかなとは思いますただやっぱり U チップのですねレザーシューズに比べると完全にですね見た目がカジュアル方向に振ってありましてまずはですねこのシルエットに関しては先端部分がですねちょっと台形に近いようなですねゆるいデザインになってるんですねイタリアの靴のようなシャープさがあってかっこいいっていう感じのものではなくて割とこうゆるさを感じるようなシルエットがこのようなモカシンの一つの特徴になってくるかなと思います で素材もですねスエードになってくるのでよりですねカジュアル感が出ますしシックな雰囲気も漂うので個人的にはクラックスのワラビーはやっぱり使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますまあ、革靴の中でも素材もすごく柔らかいのでどちらかというとスニーカーライクなですね革靴に近いかなというところで気軽にトライしやすいかなとも思うんですね価格も通常バージョンだと2万6400円ということでスニーカーに比べれば高いけど革靴の中では買いやすいというところですねニ、まあ、ニューーーバランスのスニーカーなんかは3万円台 いいいいいいいっっっちゃゃててるのののででそれよりももやすすぐらいななな、まあ一足ってもいいんじゃないのかなと思いますどのような着こなしに合いやすいかというとですね、ちょっと具体例を出したいなと思うんですが、こちらのようにですね、ブラック系のパンツとなじませるような形で使っていただければ、足長効果もあって、でもですね、シルエット的にちょっとカジュアル感があるので、適度な抜け感も表現できるので、こういったスタイリングもいいかなと思いますし、あとは僕も好きなんですが、ホワイトのパンツに対して足元ですね、こういったモカシンシューズでコントラストを高めるような着こなしも非常に 非常にいいやすすんですね僕自身もこういった着こなしは結構冬場にはよくやりますさらにはこちらのようなオリーブ系のパンツですね、まあ、こちらはカーゴパンツではなくてチノ系のパンツかなと思うんですがそういったものの足元をですねブラック系のモカシンでギュッと引き締めてあげるのもすごくバランスがいいかなと思います最近で言うとユニクロのワイド系のチノですねダークブラウンの色とこういったクラークスのワラビーはめちゃくちゃ相性がいいのでそういった着こなしにもハマりやすいかなと思います、まあ、一足あると大人の着こなしの中には程よくですね 馴染みやすすいですしもうこれは定番的な位置づけのものなのでこれから先長くも使えるというところでは鉄板かなと思います新しい状態で綺麗に履くのもいいですしだんだんですね履いてくると毛羽立ってきたりだとかくたびれ感が出てくるんですがそういった状態も結構味わい深くてかっこよかったですのでそのあたりの経年変化こそスニーカーにはなかなか出せない味わいかなと思うのでぜひ、まあ、そのあたりも含めてモカシン系のシューズもしくはクラックスのワラビーですね皆さんもトライをしていただければなと思っています はい、続いて4点目のですね、レザーシューズはですね、春から秋まで活躍してくれる、グルカサンダルですね。レザーシューズなんだけども、サンダルということで、少しですね、夏らしさ、季節感漂わせることができますし、サンダルの中ではレザーを使っているので、最も綺麗めなので、これはもう鉄板で使いやすいような、レザー系のシューズと言っていいんじゃないのかなと思っていますま。グルカサンダルって、最近でもですね、トレンドアイテムとして挙げられることはありますが、結構前からありましたよね。割と市場に増え 始める前からでですすねね僕ははグルルカサンダルっててて注目ししし履いいきままたたたがが最初見た時はです、ね、だいぶ違和感がありましたどう考えてもですね、ベーシックという感じではないですよね。サンダルなんだけど、レザー使ってるし、なんか独特の形状ですよね。なので、最初は見慣れなかったんですが、この独特な、ちょっとした違和感こそ、着こなしの中に取り入れた時に、ちょっとしたアクセントになってくれるので、結構使い勝手がいいんですね。今ではいろんなブランドでやってますし、GU なんかでも展開があるので、だいぶグルカサンダル自体見慣れてきてる方も いいかなと思うので、まあ、ぜひ改めて皆さんもチェックをしていただきたいなと思います今回具体的にご紹介したいのはこちらですねアルフレッドバニスターのボリュームソールグルカサンダルですね価格は1 9800円ということでこのブランド自体ですね僕も20代の頃とかよく履いていたんですけどもシューズの専門ブランドなので、まあ、作りもしっかりとしていますしレザーのベルト部分もですね結構しっかりと太めなのでこのあたりもですねなかなか上品な見え方にもなっているしなおかつ足へのホールド感もしっかりとあるので履き心地もいい かなと思うんですね。僕が持っているこちらのですねグルカサンダルは見た目的にはいいんですが割とですね甲の部分の押さえるところがですね狭いので履き心地はそんなによくないんですねなのでバニスターのようなちょっと太めのベルトの方が個人的にはしっかりと歩きやすいかなと思っているのでこちらおすすめかなと思っていますアッパーのレザーにはちょっと光沢感があって上品な見え方してくれるんですねでソールに関しても少しだけ厚みがあって履き心地もいいしちょっと身長も漏れるし見た目的にも今っぽさが漂うので非常にバランスがいい いいいなと思っていますシルバー色のですねパーツもちょっと大きめでバランスがいいですしデザイン自体はオーソドックスで使いやすいというところでこの見た目で19,800円というのはかなりですね優秀かなと思っていますグルカサンダに関してはもちろん夏に履くこともできるんですが9月の終わりぐらいまでは素足で履いてもいいですしあとはソックスと合わせながら履いていただくのもいいかなと思うのでまだまだ使えると思うので、まあ、こういったものをチェックしてみるのはすごくいいんじゃないのかなと思っています、まあ、どんなな着こなしが想定できるかとというと サンダルはもう本当に色々できてショートパンツに対してレザーのグルカサンダルを合わせるみたいなスタイリングもすごく相性がいいんですよね短パン自体が大人の男性には少しカジュアルすぎてしまうんですがそれに対して足元をグルカサンダルでまとめることで結構大人っぽい雰囲気にまとめることができるので大人世代が短パンを履く際にはグルカサンダルは非常に便利かなと思いますあとはこちらの方のようにですねホワイト系の爽やかなパンツにグルカサンダルこれ僕めちゃくちゃよくやるんですねこういったスタイリングもよく合います で結構ですね合わないスタイリングもないかなと思うぐらいなんですね、まあ、唯一半袖短パンみたいなドカジュアルな着こなしだとちょっとスポーティーすぎて合わなかったりするんですがそれ以外のですねロング丈のパンツは合いますしシャツのスタイルなんかにも合うのでグルカ系レザーサンドというのはすごく便利かなと思うのでぜひ皆さんも改めてチェックしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画なんですが、大人に似合う池王子革靴4000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、いつも通りのですね、定番的なシューズが多かったかなと思うんですね。派手さはないです。どれも地味です。まあ、スニーカーに関しては、割とですね、デザイン性が高いものも多かったりするんですが、革靴に関しては、そんなに遊びがあるものは多くないんですね。しかも遊びがあったところで、それはどうしてもチープな感じがしてしまうので、先が尖ってたりだとか、ベルトがいっぱいついたりだとか、そういったこう、チャラい ようなですね。革靴に関しては木崎山さんが得意な範疇なので、まあ、彼にお任せしたいなと思います。僕がお勧めしたいのは見た目は地味なんだけども履き続けていると使いやすいな、つい履いちゃうんだよな、そういった気分にさせてくれるような革靴なんですね。まさに今回ご紹介したものは本当にそういった範囲のものなので、まあぜひ皆さんもですね、コツコツと丁寧に買い揃えていただくといいんじゃないのかなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかカバーしきれないような セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信をやっていまして皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっています気になる方はですねこちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストのしゅんでしたまた次回の動画もお楽しみに